ただいまより2020年度立命館大学卒業式大学院学位授与式を取り行います会場の皆様ご起立ください礼校歌 会場に効果が流れますので静かにお聞きください歌詞は式次第をご覧ください ご着席くださいここで登壇者を紹介いたします学長中谷義生理事長森島智美 副学長、松原陽子副学長伊坂忠男副学長、徳田昭夫理工学部長、理工学研究課長 高山茂本日の司式は、教学部副部長、高橋清嗣が務めます。式辞、学長中谷義雄より、式辞を申し述べます。 卒業生、修了生の皆さん、ご卒業、修了、おめでとうございます。卒業式大学院学位授与式は、超えてきた壁を振り返り、次のステージに期待を膨らませる、人生の区切りとして記憶に残る大切な、 一日ですとりわけ卒業生、修了生の皆さん、そしてご家族、関係者の皆様にとっては、心待ちにされていたことと思います。新型コロナウイルスの影響のもと、可能な限りの感染防止策を取った上で、卒業式、 修了式を開催できたことは大変喜ばしくご理解ご協力をいただいた関係各議に心より感謝いたします <coughs> 2020年度は7022名の方が学士の学位を 1123名の方が修士および専門職の学位を取得され新たな人生のステージへ踏み出されます皆さんがこれから活動する世界は大きな変化の時期を迎えていますコロナ禍が政治経済社会の動向を 急速速にに加速するとともに課題を顕在化させています皆さんもこの1年間の社会の変化の大きさに驚いているのではないでしょうかそのような中で改めて人とは何か人が生きるとはどういうことか技術と 人や世界の関係はどうあるべきかなどの根源的な課題が突きつけられています例えば国連が2015年に世界に共通する課題として策定した持続可能な開発目標 SDGs に大きな関心が寄せられています ここで示された気候変動、エネルギー、飢餓などの17種類の課題は人類が抱える今日的課題を国際的な連帯や協調を通じて解決していこうという意思を表明したものです立命館にとっても SDGs の理念は世界と日本の 平和的民主的持続的発展に貢献するという立命館憲章の理念をまさに体現するものです物事が複雑に絡み合い予測が難しい現代社会においては論理理性経験に基づいて適切に意思決定判断し 行動するこのような状況で重要なことは自らが信じる価値に基づいて社会はどのようであってほしいかその社会の中で自分はどうありたいかという観点で考えることです。 それではこのような価値観はどのようにして獲得し磨けばよいのでしょうかそれは豊かな感動体験を蓄積していくことです多くの人と出会い交流し多くの音楽や絵画などに触れ本を読み自分と対話し 自分を再発見することですこれに関連して皆さんに宗師の「逍遥遊」う」という言葉を送りたいと思います逍遥」商用はあてもなくさ,すさまようこと「遊」う」は人が心のままに楽しむことを表し 勇の三文字で、とらわれのない自由な心のありようを表しています。これは決して自分中心に勝手に行動してよいということではありません。私は自分の人生を切り開くのは自分自身であり、 さまざまなことに配慮しながらも最後は自分を制約するさまざまな規制概念から離れて自分の心に自分の価値観に素直に従って主体的に判断し行動するという意味だと思っています最後にコロナ禍は継続しています 感染の可能性は誰にでもどこにでもありまた感染者への誹謗中傷による抑圧は周囲に感染を拡大させるリスクをも生じさせることを我々は認識しておかなければなりません卒業後もこのことはしっかりと胸に刻んでおいてくださいとりわけ 今日、この卒業式、そして終了後のキャンパス内外において、皆さん一人一人が感染防止策を真剣に考え、責任のある行動を取られるよう心から願うものです。不確実な、不安な時代であるからこそ、失敗を恐れず、 新たなことに勇気を持って挑戦し,てください挑戦し続けてください自由な挑戦こそが皆さんの輝かしい人生を切り開いてくれると信じています共に学び研究する仲間としてまた会える日を楽しみにしています 重ねて皆さんのご卒業終了をお祝いし学長式辞といたします。 卒業証書学域授与理工学部872名理工学部総大斉藤萌美さん 卒業証書学位記斎藤萌美本学理工学部ロボティクス学科所定の課程を収めたので卒業したことを認め学士工学の学位を授与する2021年3月20日立命館大学理工学部長高山茂立命館大学長 中谷よしお。おめでとうございます。修士。学位記授与。 理工学研究科、328名。理工学研究科総代、堀健太さん。 学位記堀健太立命館大学大学院理工学研究科機械システム専攻の修士課程において所定の課程を修了したので修士工学立命館大学の学位を授与する2021年3月20日立命館大学長中谷義夫 おめでとうございます。 卒業生代表挨拶理工学部斉藤萌実さん 冬の寒さもようやく緩み春の気配を肌で実感できるこの良き日にこのような盛大な式典を挙行していただきまして誠にありがとうございますご多忙の中ご臨席を賜りました学長をはじめ諸先生方大学関係者の皆様に卒業生一同心より御礼申し上げます私たちは2017年4月 希望と不安を抱えながら立命館大学に入学しましたそれから早くも4年の月日が経ち振り返ると大学生活のさまざまな出来事が思い起こされます私は身近な生活をサポートするロボットを作りたいと思いロボティクス学科に入学しました学びの中で人と共同するロボットを作るために人間の行動や 仕組みを深く理解することも必要だと知りましたこのことから私は生態工学研究室に所属し卒業研究としてアシストロボットのための人間の動作解析を行いました研究ではロボット作りに必要な知識の広さや低回性での学びを実践につなげていくことの難しさを痛感する毎日でした しかし先生や先輩方からのご指導サポートのおかげでたくさんの新しい視点や深い知識技術を学ぶことができました研究を通して根気強く原因を突き詰め知識技術を柔軟に解決策として組み立てていく力が大切だと身をもって感じましたまた昨年から新型コロナウイルスの影響で 社会や生活が大きく変化しましまたコロナ禍であっても工学の発展や社会貢献を止めてはいけないという先生の熱い思いに影響を受け家での運動を促進させるオンラインアプリの開発にも携わりました新しい生活様式での研究やミーティングに初めは難しさを覚えつつもリモートで協力しアプリを完成させた時の達成感はとても大きいものでした これを通して研究開発の面白さを実感するとともに自分が学んで作り上げたものが誰かの手元に届き生活を豊かにすることを実感しましたまた私は中高時代にたくさんのきっかけ作りや自分の決めた道を応援し続けてくれた恩師のようになりたいと思い教職課程を履修しました授業や実践を通して 生徒と対話をしながら一緒に授業を作り学んでいく感覚や今まで関わる機会のなかった人たちと接し新しい気づきや学びを多くもらいました教員という仕事は厳しい部分もありますがそれ以上に学生生徒教員が共に未来への可能性を育むことへのやりがいや楽しさを強く感じています そのため私は今後も教育に携わりたいという思いが一層強くなりましたさらにコロナ禍ということもあり学校の存在価値や学校に行く目的を考えさせられました急速に変化する社会の中で主体性を持って考えいろいろな人と関わり協力しながら変化に対応していく力が必要となります このような力を養えるのは学校に行き授業や学校生活を通して考え人と関わるからこそだと思いますそして学びの自由や意思可能性を途絶えさせないことが大切だと強く思いますこの4年間は悩んだことや苦しい思いをしたことも少なくありませんでしたがその度に 周りの方々に支えられ仲間と切磋琢磨しながら成長することができました人との関わりの大切さを強く感じた一年だったからこそたくさんの大切な出会いに一層感謝し今後も大切にしていきます大学生活の4年間は瞬く間に過ぎ去り私たちは本日立命館大学を卒業します 4月からそれぞれが新しい道へと進み始めますがそれぞれの道の先で困難に直面する時もあると思いますそのような時に立命館大学で身につけた知識や経験を生かして自ら道を切り開き進んでいくことを誓います最後になりましたが熱心に私たちを指導してくださった先生方 私たちを励まし、導いてくださった先輩方苦楽を共にし、時には刺激を与えてくれた友人や後輩、いつも温かく見守ってくれた家族、その他、大学生活を支えてくださった皆様方に心より感謝申し上げますそして、立命館大学のますますの発展と、皆様方のご多幸をお祈念いたしまして、 卒業生代表の挨拶とさせていただきます。二千二十一年三月二十二日、卒業生代表理工学部ロボティクス学科斉藤萌美。 大学院修了生代表挨拶理工学研究科堀健太さん 本日は私たち卒業生、修了生のためにこのような素晴らしい式典を挙行していただき誠にありがとうございますまたご多忙の中ご列挙下さいました学長並びに諸先生方に心よりお礼申し上げます私は6年前の春この立命館大学に入学いたしました これから始まる大学生活に大きな希望と少しの不安を抱いていたことを今でも鮮明に覚えています入学当初高校生の時とは異なり自らの学びたい科目を自由に選択し時間割を作成する作業が大変印象に残っています人生の4分の1をこの立命館大学で過ごしてきたわけですが 私にとってこの6年間は大変有意義なものであり婚姻屋のごとく過ぎ去っていきました大学3回生までは幅広い教養知識の吸収なびに専門知識の習得に努めましたここで出された課題に対して友人たちと切磋琢磨して懸命に取り組み問題の解決に努めました ここで習得した知識がその後の3年間の研究生活の基礎になったと思います。私は大学4回生の頃から材料工学研究室に所属し、社会基盤を支える様々な材料の高機能化、高性能化の研究を行ってまいりました。研究生活は想像以上に過酷で、 朝から夜まで研究しても成果が出ないということが多々ありました時には研究を放棄して逃げ出したいと思うこともありましたしかしその度に先生方の力を借りながら試行を錯誤しその壁を乗り越えてきました苦しい時もありましたが今振り返るとその苦しい時間こそが 研究者ととしての成長につながる大変貴重な時間であったと思いますまた私が学んだことは研究生活を通しだけではありません私は博士前期課程在学中にフランスへ留学をしました大学生活や日常生活などありとあらゆる場面で自分が行ってきた生活と違いが実感した新鮮な留学でした また大学内でも研究室や講義において留学生と交流する機会が多数ありましたこれらの体験の中でも自身の語学力不足からのコミュニケーションがうまく図れなかったり文化の違いを理解できず相手の気分を害したりさまざまな苦労がありましたしかし今改めて考えると ここれららをを通して国際交流とといいうう観点から視野を広げることができたように思います。私たち卒業生、修了生はこの春からそれぞれの新しい道を歩み始めます。その道のりの中で多くの壁にぶつかることでしょう。ですが、何度も壁を乗り越えてきた本大学院を修了した誇りを胸いっぱいに、 尽力し、その壁を乗り越えていきます。そして、在学中に学んだことを最大限に活かし、それぞれの道で日々精進してまいります。最後になりましたが、今日までご指導くださった先生方、共に学生生活を過ごした友人、何よりあらゆる場面で惜しみない支援をしてくれた家族に、 改めて心から感謝いたします。そして立命館大学の一層の発展を願い修了生代表の挨拶とさせていただきます2021年3月22日修了生代表理工学研究科堀健太 会場の皆様、ご起立ください。以上をもちまして、2020年度立命館大学卒業式、大学院学位授与式を閉式いたします。例、卒業生、修了生の皆様は、 ご着席ください登壇者はここで退席いたします。